若くしてその才能が注目され、1989年には F1 で優勝も経験したものの、悲劇の事故で F1 キャリアを断たれてしまったアレッサンドロ・ナニーニ。その人生は一体どのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は元 F1 ドライバー、アレッサンドロ・ナニーニのレースキャリア、エピソードを解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。イタリア人のアレッサンドロ・ナニーニは1959年7月7日生まれ。シエナの洋菓子店を営むナニーニ家の長男として生まれたナニーニは幼少期から車に興味を示し、7歳の時には父親の車のキーを持ち出し、勝手に運転を覚えていたほどでした。その後、モトクロス競技を始めたナニーニですが、ほどなくして四輪競技にもデビュー。1978年にシトロエン・ディアーヌでラリー競技に参戦し、そのキャリアをスタートさせていたのです。その後、1980年からはランチアストラトスで国内ラリーに参戦していましたが、80年代に入ると、ナニーニはサーキットレースにもエントリーするようになり、1981年には、ジュニアフォーミュラカテゴリであるフォーミュラフィアットでチャンピオンを獲得。これにより、ナニーニの名はイタリアのレース界で知られるようになっていったのです。すると、当時ヨーロッパF2にプライベートチームで参戦していたジャンカルロ・ミナルディが、ナニーニの才能に注目。彼をドライバーとして抜擢し、ナニーニは F3 を飛ばし、1982年にはミナルディからヨーロッパF2に参戦を果たすことになったのです。するとこの年、ナニーニは最終戦ミサノで2位表彰台を獲得するなど、2度の入賞を。翌1983年も入賞3回と、その経験を積み上げていったのです。そんな中、1984年には F2 と並行して、ランチアのワークスドライバーとして、スポーツカー世界選手権に参戦。この年のルマン24時間レースではファステストラップを記録し、シーズン後半のキャラミ 1000km レースでは優勝を果たすなど、世界選手権でも活躍を見せたのです。そして、そんなナニーニに F1 へのステップアップのチャンスが訪れたのは1985年。ナニーニが所属していたミナルディが、85年からの F1 へのステップアップを決定。ジャンカルロは、ナニーニをそのドライバーとして起用することを決めていたのです。しかし、フィサはナニーニの F2 での成績が不十分であるとして、F1 参戦に必要なスーパーライセンスの発給を拒否。ミナルディは85年に F1 に参戦できなかった時のために、この年 F2 に代わってスタートした国際 F3000 に仮エントリーし、そのドライバーとしてナニーニを起用することを申請していましたが、チームは無事 F1 に参戦することになったため、チームは F3000 に参戦せず、ナニーニはこの年、フォーミュラレースのシートを失うことに。スポーツカーレースには引き続き参戦するも、F1 参戦のチャンスを逃したかに思われました。しかし、翌1986年に向けては一転、ナニーニへのスーパーライセンス発給が許可されることに。ミナルディは、この年から2代体制で F1 に参戦することを決定し、アンドレア・デチェザリスのチームメイトとして、ナニーニを起用することを決めるのです。こうして、1986年にミナルディから F1 デビューを果たしたナニーニ。しかし、当時のミナルディのマシンに搭載されていたモトーリモデル2エンジンは信頼性に問題を抱えており、トラブルを頻発。ナニーニはシーズン中10戦連続を含む14回のリタイアを喫し、完走はわずか1回、予選落ちも経験し、厳しい戦いを強いられたのです。しかし、予選では F1 で経験のあるチームメイトのチェザリスに対し、平均順位で上回るなど、その才能をアピール。シーズン後半には、新車が与えられたチェザリスに対し、シーズンを通して旧型車で参戦しながら、高パフォーマンスを見せたのです。この活躍もあり、翌1987年はチームを離脱したチェザリスに代わり、エースとしてチームを牽引。マシンのパフォーマンスは変わらず低く、信頼性も改善せず完走3回に終わりますが、予選ではチームメイトのルーキー、エイドリアン・カンポスに圧勝し、中段グリッドにたびたび進出する走りを披露。2シーズンにわたりミナルディのマシンで健闘を見せ、 F1 関係者からも注目を集めるようになっていったのです。するとこの年のシーズンオフにはベネトンからテストの機会を与えられることに。このテストは翌年のドライバー選考を兼ねたもので、ステファノ・モデナ、ジョニー・ハーバート、ルイス・ペレス・サララも参加していましたが、ベネトンのチーム代表を務めていたピーター・コリンズはナニーニの走りを評価。このチャンスをつかみ、翌年はベネトンへ移籍することが決まったのです。そして1988年、この年のベネトンは翌年から始まるエンジンの完全 NA 化に先駆け、NA エンジンのフォード V8 を搭載した B188 を投入。この年はターボ継続勢と NA 移行勢が分かれたシーズンとなりましたが、ナニーニとティエリー・ブーツェンの乗るベネトンは NA 勢の中でトップのパフォーマンスを披露。第2戦サンマリノグランプリでは途中ネルソン・ピケと3位表彰台を争う走りを見せ、最終的には6位で F1 初入賞。第7戦フランスグランプリでも再び6位入賞を果たすなど、中堅チームへの移籍をきっかけにポイント獲得を果たしていたのです。そして第8戦イギリスグランプリでは予選8番手から3位にポジションを上げ、初表彰台を獲得。第14戦スペイングランプリでも再び3位表彰台を獲得し、ベネトンのコンストラクターズランキング3位に貢献することになりました。そして1989年、この年は新車 B189 が開幕に間に合わず、序盤戦は旧型車での参戦となりましたが、開幕4戦で表彰台1回を含む入賞3回と安定感を見せることに。第7戦フランスグランプリから新車 B189 を与えられると、信頼性の不安定さからレースを落とす機会も増えたものの、完走したレースでは全てポイントを獲得し、チームを牽引していたのです。そして迎えたシーズン終盤、第15戦日本グランプリ。このレースで予選6番手を獲得したナニーニはスタートでポジションを4位まで上げると、中盤に上位を走るゲルハルト・ベルガーのトラブルにより3位に。前ではチャンピオンを争うアラン・プロスト、アイルトン・セナのトップ争いが展開されていましたが、その差は1分以上あり、さらなるポジションアップは難しい状況でした。しかしレース終盤、セナがプロストにオーバーテイクを仕掛けた際に両者が接触。これによりプロストがリタイア、セナは接触とピットでの修復によるタイムロスからナニーニが一時トップに立つ展開となったのです。しかしレース最終盤にはセナがナニーニをオーバーテイクし、再びトップに。ナニーニはそのまま2位でチェッカーを受けたのです。しかしその後セナがプロストとの接触の件で失格となり、順位は繰り上がることに。こうしてナニーニは F1 参戦4年目にして念願の初優勝を果たすことになったのです。こうして89年に劇的な初優勝を含む4度の表彰台を獲得、ドライバーズランキングでも6位となり、さらにその評価を上げていたナニーニ。1990年も第3戦サンマリノグランプリで3位となるなど、この年チームメイトとなったネルソン・ピケにも引けを取らない走りを見せていました。シーズン中盤の第9戦ドイツグランプリではタイヤ無交換作戦で一時トップを走り、2位表彰台。第10戦ハンガリーグランプリではセナに追突されレースを終えたものの、それまでトップのブーツェンを追い回し、優勝の可能性も見せるなど速さをアピールしたのです。そんな中、この年ナニーニには大きなチャンスが巡ってきていました。この年の第8戦イギリスグランプリのレース後、チームやチームメートとの関係が悪化していたフェラーリのナイジェル・マンセルが F1 からの引退を表明。これによりマンセルの翌年のフェラーリ離脱が決定的となったことから、フェラーリは翌年に向け新たなドライバーを決める必要に迫られたのです。そこで候補に上がったのがフェラーリが長年注目していたナニーニでした。この年のシーズン中盤、ナニーニはベネトンとの契約延長を発表したばかりでしたが、ナニーニの獲得を熱望したフェラーリがベネトンの契約を買い取ることをチーム間で合意し、ナニーニはフェラーリと本格交渉を開始。ナニーニは代理人を雇わず自身で契約交渉を行っていましたが、9月までには移籍はほぼ合意状態となっており、正式契約を待つのみでした。しかしここで問題が。フェラーリは正式契約時にナニーニと事前に合意した条件を一部変更。契約年数やスペアカーの使用条件など予告なくナニーニに不利な条件に変更していたのです。結局こうした理由から不信感を募らせたナニーニはフェラーリ移籍を決断できず、最終的にはオファーを断りベネトンへの残留を決意。イタリア人の夢であるフェラーリのオファーを初めて断ったイタリア人とも呼ばれ騒動に発展。移籍騒動の直後に行われた第14戦スペイングランプリでナニーニは3位に入りましたが、表彰式ではフェラーリ勢とのシャンパンファイトを避け早々に立ち去るなど、その余波も見られました。そしてこのスペイングランプリの後、ナニーニに悲劇が。翌第15戦日本グランプリの直前、ナニーニが乗る自家用ヘリコプターが着陸に失敗し墜落。ナニーニはこの事故で一命を取り留めたものの、ヘリのローターで右腕を切断する重傷を負ってしまったのです。ナニーニの腕は結合手術が成功し失われることはなかったものの、1000分の1秒を争うレーシングドライバーにとってこの怪我は致命的。選手生命も危ぶまれることになったナニーニはチームを離脱し、リハビリのため翌年のシートも喪失。栄光の F1 キャリアは一転し突然の活動休止に追い込まれることになったのです。その後ナニーニは F1 復帰を諦めずリハビリに専念。事故から約2年後の1992年にはフェラーリの F1 マシンをテストする機会を得ることになりましたが、この走行で負傷した腕が F1 をドライブする負荷に耐えることができないことが発覚。これによりナニーニは F1 への復帰を諦めることになったのです。しかしナニーニはこの年、腕への負荷が少ないツーリングカーレースで復帰。アルファロメオのワークスドライバーとしてイタリアスーパーツーリングカー選手権に参戦し、アルファロメオ1号機をドライブするとこの年4勝を挙げランキング3位を獲得しました。アルファロメオは翌年ドイツツーリングカー選手権 DTM へのワークス参戦を開始しましたが、ナニーニも引き続きワークスドライバーとして参戦。93年は2勝、94年は4勝を挙げると DTM と共催された国際ツーリングカー選手権 ITC では1996年に7勝を挙げる活躍を見せ、 F1 の時と変わらぬ速さを披露したのです。その後ナニーニは1997年を最後にレーシングドライバーから引退。引退後は実業家として活躍を見せ、自身の名を冠したカフェチェーンを世界中で展開。さらには2010年代には政界にも進出するなど多方面で活躍を見せているのです。不慮の事故により突如 F1 キャリアを断たれてしまったアレッサンドロ・ナニーニ、その走りは今でもファンの記憶に残っています。いかがだったでしょうか。今回はアレッサンドロ・ナニーニのレースキャリアについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。